高校3年春の九州大会、北別府は大会史上初の完全試合を達成する。高めのストレートに外野に飛んだ打球はわずかに2つ。九州に北別府あり、プロのスカウトが注目し始めた。足腰の強さ、その土台を作ったのが片道15キロの自転車通学だった。昭和50年、赤ヘル旋風が吹き荒れた。広島カープが悲願の初優勝。この年の秋、北別府はドラフト1位でカープに指名される。同期に幼い小林誠司、カープ黄金時代の第一歩となった。入団当時、高校ナンバーワンと言われた速球も外小葉池谷にはかなわない。ただコントロールはずば抜けている。プロ入り3年目から10勝17勝とエースの座にのし上がってゆく。昭和57年、球団新記録の11連勝を含む20勝を挙げ、初の最多勝、沢村賞に輝いた。昭和61年、最多勝のライバルは江川卓。速球派江川、南東派北別府の対決は凄まじい戦いとなった。9月14日、首位を走る巨人江川は15勝、ハーラートップ。一方、北別府は13勝とシーズン大詰めで差は2つ。カープ逆転優勝の鍵を握っている。チームにとっても負けれませんし、まあ個人的にも負けた場合は3つ離されますんでね。ですからとにかくどっちにしてもやっぱり負けれないって感じですね。その後、江川は1勝を挙げたものの16勝止まり。対する北別府はその後なんと4連続完投で17勝。10月12日、129試合目堂々のピッチング。そして9回、津田にその栄誉を譲る。神宮球場三塁側レフトスタンドからあと1球行こう。決まりました。広島カープ2年ぶり5回目の優勝の瞬間です。平成に入り、カープは山本新体制となる。チームの力は十分優勝を狙える力であると思いますし、選手一人一人もそういった力を持っていると思います。しかし、エースのはずの北別府は平成元年12年ぶりの一桁勝利、そして平成2年初めて肘の故障に泣いた。夜もしょっちゅうお腹に起きてタバコ寝返り打ったり、あ、寝てないなと思ったら、そういう、姿を見てるのがね、辛かったですね。しかし、北別府はよみがえる。平成3年、チームは優勝し11勝。西武との日本シリーズでは絶妙の配球を見せた。